98% を超え、非コロナ病床が 100% になっております。医療現場の厳しい状況があり、救急外来や手術を制限している現状がございます。玉城知事は19日から国に対して沖縄県を緊急事態宣言の対象に追加することを要請し、国は23日から来月2日頃まで追加の方針でございます。新型コロナ感染症は高齢者が感染すると重症しやすく死亡率も高いと言われております。本県でも感染者に占める高齢者の割合は1割強ですが、入院に占める高齢者の割合は4割強となっています。また死亡者は146人で、70歳以上が9割を超えております。このようなことからも高齢者が不安と恐怖を抱き、息を潜めて日々を過ごしている現状を早く緩和改善し、安心して過ごしていただかなければなりません。その切り札となっているのがワクチン接種です。国民の約 72% にワクチン接種をしたイスラエルにおいては、感染予防効果、重症予防効果、死亡を防ぐ効果が 97% 前後の効果があり、高齢者の感染予防効果は極めて有効な結果が示されております。沖縄県医師会としては、可能な限り7月中旬に接種を希望する県内すべての高齢者と高齢者の接種を終了していただくことを願っています。石垣市においても、ワクチン接種により高齢者の感染を抑え、入院患者の減少、入院死亡率の改善、重症化の防止等につながり、石垣市の逼迫した医療体制や疲弊した医療従事者の環境改善に大きく寄与すると思います。またワクチン接種をされた高齢者の方々が、明日からも明るい日々を過ごせたらと思っております。